どうだい翔吾、見たか俺のテクニックを。工房腕を選ばずって言うだろう。お前ライト何のためにつけるんだ。違うよ、見つけてもらうためじゃない、見つけるためにつけるんだ。お前ら一体何してきたの？レース楽しいね。晩飯こいつのおごりになったからな。トワリバシは最も海に近いやつだぞ。よく行ったな。軽い軽い。そんな風には見えないけど。お前、補助輪なしに乗れたのっていつだった？そうそう、なんか自分が無敵になったような。わかる、俺もそうだった。痛いよ、翔吾。段差避けて走ってよ。ケツが痛えんだよ。後ろにデリケートなもの乗せてるっていうことちゃんと気遣ってるの？その運転で。ほう、いいのね。気分はツードフランス。ヘイ、行くぜ。プチマルベイビースペシャル、ハッピーハッピーサマーがやってきた。今日お昼カフェ来なかったね。うん。うん。やっぱりあの時寝てたんだね。またまた？たま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 た。うん、偶然ってすっごいよね。またまたなんだから。ね、ね。私も偶然に会いたい。正午が夏休みになったら毎日会えるかな。そうだ、夏休みにあたしとデートしてくれるって約束したよね。それであたしにもっといいの買ってくれるって言ったんだよね。やったー、デートデート。じゃ、おやすみ。あたしこれから夢の続き見るんだ。見れるよ。危ないわね。正午の方よ。チャリンコはしっかり前を見て運転しなさいよ。ほー、あるわよ。ま、いいけど事故ってから後悔したって遅いのよ。ほー、この世の中に絶対なんて絶対ありません。そんなに急いでどこ行くの？わかった。ビデオの予約忘れたんだ。単純。相変わらずタモルか。世にも奇妙な物語もり、夏の恐怖スペシャル。道はこんなに広いんだから、右でも左でも好きな方を好きなように通ればいいでしょ。今私、人に道を譲りたくない気分なの、猛烈に。私の譲りたくない気分の方が絶対正午より勝ってるはずだね。お、聞かないじゃん。たった今私、どうでもいい気がしてきた気分。ささ、どうぞどうぞお通りくださいなまし。